皆さんこんにちは。舞台オデッサに出演いたします宮沢恵麻です。どのような舞台になるんでしょう。今の段階ではわからないこともたくさんあるんですけれども、私と、柿澤勇人さん、そして迫田さんの3人の、密室な会話劇ということで、しかも舞台が、オデッサ、テキサスなんですよね。でそこで、英語と日本語がおそらく行き交いながら、三谷さんならではの会話劇、ユーモアのセンスも織り込まれながらも結構刺激的でシリアスな感じの作品になるんじゃないかというふうに伺っているので、三谷さんの新作の書き下ろしということで、とにかく今はワクワク楽しみにしているところです。私は、昨年ですか、大河ドラマの鎌倉殿の13人という作品、そしてそれ以前ですと日本の歴史という舞台で三谷さんとご一緒させていただきまして、新作で、たった3人のうちの1人に選んでいただけたっていうのは本当に光栄でしかないですし、ただ同時に3人ということはものすごく3分の1のプレッシャーっていうものは今までにないものなので、そのご期待に添えるかどうか、応えられるかどうかっていうことに対してはちょっと今からだいぶストレスではあるんですけれども、この私たちの3人のために書き下ろしてくださるということで、今から台本を読むのが本当に楽しみです。はい、そうですね、迫田さんは私も映像で共演させてはいただいているんですけれども、たくさん一緒のシーンというものがなかったので、ここまでがっつりこう向き合ってお芝居をするということは本当に初めてに近いので、すごく楽しみにしています。最初にこの作品が決まった時 のインタビューでも答えさせていただいたんですけど、迫田さんは何かこうとてもミステリアスな雰囲気をまとっている方なんですよね。そのすごくつぶらな瞳をされてるんですけど、その奥底に何を考えてるかわからないような、何かこう表面で見えているフレンドリーで優しい方の向こう側に何かもう少しこうミステリアスでダークな部分があるんじゃないかなっていうことを想像させるような役者さんだなというふうに感じていたので、今回はその迫田さんをどう三谷さんが描くのかすごく楽しみですし、柿澤くんとはですね、私の初舞台となりました、作品で共演させていただいて以来、恋人役からウバまでやらせていただいたので、今回は柿澤くんと一体どんなやり取りとか掛け合いになるのか、柿澤くん本当に作品によって全く違う表情を見せてくださって、自分の 120% をそこにパッションの情熱を注ぐ俳優さんなので、今回の2人の掛け合いとかケミストリー、化学反応みたいなものはすごく楽しみにしています。三谷幸喜さんの印象、常に面白いことを探していらっしゃる方ですし、でも同時にすごくこんなこと言ったらご本人は嫌がるかもしれないけど、すごく愛にあふれている方です。脚本を読んでも、この方をこういう風な姿で見てみたかったんだなって、自分の役だけでなくても他の人のものでも感じますし、実際現場でやってみたらこれの方が面白そうだからって言ってすぐにアイデアをくださってたりして、とっても語弊を恐れずに言えば三谷さんのおもちゃだと思って、その現場に行ってちょっとある意味無垢な状態で行って、いつでも料理してもらえるような状態で行く現場っていうのは他になかなかないので、そういう意味でも絶大な信頼をもちろん私は勝手に置かせていただいた上で、三谷さんの期待以上のものをどうやって答えていくか、発信していくかっていうのは毎回ドキドキスリリングな現場です。三谷さんの現場は、はい、そうですね、今回三谷幸喜さんの新作ということで、きっと三谷幸喜ファンの皆さんはとても楽しみにされているかと思います。私たち役者3人もこの3人でっていうのはもちろん初めてですし、一体どういう会話がどういう風な展開でなされていくかっていうのは、ここから稽古場できっとまたいただいた台本以上のものにどんどん発展していくのではないかなと思っています。三谷さんご本人からはもちろん三谷節といいますか、三谷さんならではのユーモアを散りばめつつも、おそらくまたちょっとこう今までとは違う毛色といいますか、シリアスでかなりこう緊迫するようなシーンですとか、そういったやり取りもある
ではないかというふうに伺っているので、私も 今までにない三谷さんの世界でどういうふうに表現ができるのか今からとても楽しみにしているので、ぜひ楽しみに劇場に足を運んでいただければと思います。ぜひ劇場でご覧ください。お待ちしています。